写真拡大。ソフトバンク 9-2 オリックス28日ヤフオクドーム。ソフトバンクの甲斐拓也捕手と今宮健太内野手のコンビプレーが話題になっている。28日にヤフオクドームで行われたオリックス戦を9対2で勝利し連敗を止めたが、初回に甲斐キャノン絶妙タッチでピンチの芽を摘んだ。初回の先頭福田に四球を与えると、続く大城のフルカウントから11球目に福田がスタートを切った。129キロのフォークを捕球した甲斐は2塁へ甲斐キャノンを炸裂。送球はわずかに一塁側にそれたが、ベースカバーに入った今宮は福田の右足に流れるようなタッチでアウトを奪った。空振り三振で二投阻止の併殺を奪い、初回を無失点でしのいだホークス。パリーグ TV 公式 YouTube は甲斐キャノン今宮ソフトタッチのコラボ技との見出しで動画を公開。ファンも2人のコンビプレーに称賛の声を上げていた。今宮やっぱりタッチ上手いし安定してるよね。大分の強肩イケメンコンビの結成の瞬間、今宮のタッチに惚れた。甲斐キャノンはもちろんだけど、今宮のタッチの技術も半端ないのがわかる。連覇激しい優勝争いに2人の活躍は不可欠だ。フルカウント編集部。